こんにちは、犬飼龍太、龍太チャンネルです。大磯港に来ました。1月下旬です。正月ぶりのデイの釣りになります。行ってきます。よろしくお願いします。正月明けから結構仕事が立て込んでいて、なかなか釣りができなかったんですけども、今日はねちょっと休みが取れたので大磯港に来ました。相変わらず大磯港の水は澄んでますね。昼と夜のね魚種の違いが前回かなり違うんだなっていうのが印象にありましたが、今回はどうなのかちょっと探ってみたいと思います。なんかワカメみたいなねのがすごい燻製してますけど、あの中にもいるのかな。この1回目のなんというかこの横にフラットに流す感じで魚が食いついてきたりして、後でねまたその食いついてきたところを丁寧にね釣り直していくと釣れたりしますよね。今シーズンまだメバルちっちゃいの1匹だけだったような気がするので、メバルをなんとか釣ってみたいですね。ここも常夜灯がちょうど当たるところで、ここの船着き場のところでは魚影が濃いポイントですね。よく海タナゴをここで釣りましたね。小魚いますね。船と船の間にいる。なんか釣れるかな。何か当たってる感覚はないね。なんかね、夜には釣れない魚釣れると面白いですよね。船の下にいないかな。なんか魚発見かな。ワカメかな。魚かな。サイトフィッシングが一番好きかもしれないですね。面白い。ハコフグ発見。フグってこういうの食いついてくるのかな。ハコフグってワーム食われちゃうかな。そこまで沈めてみよう。ちょっと寒いですからね。そこ
寒い時ってそこなのかな。あんま上に上がってこない、上がってくるイメージないけどね。そこに着いたら軽く上げながら時折シェイクで止める。反応なし。ハコフグはいっぱいいますね。2匹目発見。ハコフグがやたらいる。タコだけと思ったけど違かった。海藻でした。今12時10分5分前ぐらいかな。今日はね、オイソコだけじゃなくていくつかポイント変えていろいろ探ってみたいなと思ってます。結構ベイトいるね。ちっちゃいベイト、なんとか投げてみようか。下からね、狙ってる魚いるかもしれないですね。魚いるね、確実に。それを追っている魚がいないような気がする。外海はちょっと濁ってるね。波はない。真ん中の堤防の方久しぶりに行ってみます。クロダイ狙いですね。結構ベイトいるな。底ずる引きで過去にカサゴを釣ったことがあるので、ベイトはすごいいますね。アユは取っちゃいけませんね。ここまで当たらないのはジグヘッドが重すぎるんだと思います。一番軽い、僕が持ってるので一番軽い。
0.4 に変えます。すっごい溜まってるね、ベイトが。またハコフグ発見、3匹目。難しい。大磯の出入り難しい。